去年1年はやっぱりだいぶ苦しみましたね。1割9分台っていうのが、まあ、シーズン通して復調の兆しが全くない中で、いろいろ自分なりに試行錯誤したんですけど、まあ、結局戻らないっていうところの辛さ、草野球なんですけどね、しんどかった1年だなとは思います。そう、実は私2020年の成績ご覧のようにひどい有様です。打率は2割を切り、ホームランは1本も出ず、打点に至っては合ってないようなもの。長打率も低く、出塁率だけはフォアボールでなんとかキープしたものの、 OPS は 0.6 台という、2番にありながら全く役割を果たせなかった1年間。動画のコメントでも愛のあるディスコメントを多くいただいておりました。しかし私、今年ある改革に取り組んだ結果、打率は3割を超え、ホームランも昨年より打てるようになり、さらに打点も稼ぎ、長打率も5割以上、出塁率も5割以上キープするなど、非常にいい状態をキープできております。正直年々対戦する相手は強く、そしてそのチームのピッチャーはレベルが高くなっているんですが、なんとか食らいついて生きている状況。体の動かし方っていうところでどうにもこうにも厳しいなっていう、まあその中で何か去年の年末、まあ掴むものもありながらやってはいたんだけども、まあ、やっぱりこの捉えていく精度っていうのがなかなか上がらない中で、やっぱり今年2021年取り組んできたのが頭を使うっていうことだったんですよね。まあどういうことかっていうと、まあ配球読みっていうところを取り組み出した、今日の明日ではできないんですけども、まあ、そこに挑戦していこうということが大きな変化だったんじゃないですかね。とくと去年ぐらいからこう野球の解説一緒に行けるようになってさ、そうですね、俺ずっとその配球だったりさ、キャッチャーピッチャーっていうものを見るのがずっと大好きで、半分マニアやからさもう高校時代からあのフェースボールマガジンの配球論だけを出てくる、そう、この方野球脳の裏の申し子兄貴でございますが、本日は誰でも取り組める配球読み、これができるようになってくるとバッティング技術以上に良くなります。これは結構配球好きやから配球の話するやん。してますね。ね、徳さんもあの配球に興味を持ってくれるやんか。そうですね。今までこう、ね、うちのバッターでもさ、来た球打ちますっていうタイプいっぱいいるやんか。いや、多いと思いますよ。ね、でも、読めて損はないわけよ。ですね。推測を立てていくってさ、何が推測を立てれるかっていうと、バッターがリアクションをしたことによって、キャッチャーは基本的にバッターのリアクションを取って配球してるから、観察、洞察、記憶って野村さん言うけど、何より洞察って頭の中を読むってことは、なかなか草野球ではちょっと簡単なことしか分からないので、成果が分からないから、例えばまっすぐまっすぐって変化球いくかなとかいうふうな思ってるやろっていう洞察はできるんだけど、その程度しかできないんだよね。やっぱり見せてくれたリアクション、もしくは前の打席で対応できなかったボール、打ち取ったボール、打たれたボール、これは記憶ね。で、やったのはリアクションは観察、よく見るっていう、この2種類を基本的には使うのと、多少の洞察はあるけど、こう考えとんちゃうかなとか、でそれをこう総合的にキャッチャーとしてやってるんやけど、逆に言ったらキャッチャーの気持ちになれば、配球が分かるっていう。いわゆるキャッチャーの観察、洞察、記憶というものをこう頭に入れながらバッティングをしていくと、なんていうかな、見送るのもそうなんだけど、俺がまず取り組もうと思ったのは、まずは打てそうなボールはちゃんと振ろうということなんだよね。でその振っていくことでタイミングが合ってるとか外れてるとかっていうところをキャッチャーに見てもらって、じゃあ次キャッチャーは何を投げるのかなっていうところから、なんか今の俺の段階ではこう読みがスタートするって感じかな。兄貴は多分初級のところからいろいろ考えれるんだろうけど、俺はそこまで行ってないから、実際考えてると面白いな、読みってのは。兄貴はずっとやってきたんだろうね、そういうのを。およそ 700m 先、左方向です。左方向、左折レーンがあります。左方向、もちろん 100% ではないからね、 100% ではないから全部正解にはならないんだけども、それを取り組んでいくことで、
今年打つ確率が上がってったっていうことかな。というわけでここで観察洞察記憶具体的な例を兄貴に語ってもらう。ちょっと構えててさ、はい、こうバーンってスライダーがこうやや甘めに来たとするやん、はいはい、でこの時のバッターのリアクションがさ、うん、例えばね、うん、あのうん、ちょっと後ろにね、うん、でキャッチャーどうしようかなって思う時に見えてねえやって思うわけよ。はいはいはい、そうですね、抜けぞったんだから、うん、じゃあ徳さんがバッターとして、はい、右の徳さんの初夏が、うん、うちの子やとしたら、はい、パーンってボンっていっちゃってと、うん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 、これどう思ってんだろうって思うよって、うん、これもうこいつスライダー見えてないと思ってる、うん、大事な場面で、うん、もう一曲来んねんっていう、うんうん、次スライダーバチー狙いに行くっていう、はいはいはい、でもうヤマハそれする時はごめんなさいで、それでもし、うん、一番簡単なのは、うん、キャッチャーが何をして打たれたら怒られるかっていう、うんうん、その時にスライダーでポンってのっけぞってポンってストライク取って、うん、ワンナッシングでせめてワンワンでもいいし厳しくスライダーいっときゃいいや打たれたくない場面やったら、はい、で入りゃラッキーやし、うん、空振りしてくれたら超ラッキー、うん、でスライダー見えてないっていう情報が来てまっすぐ投げさせて打たれたら怒られるよね。スライダー見えてねえだろうかとなんでまっすぐ投げても打たれたのって一生詰められるわけよ、うん、で逆にスライダーが来た時に完璧にドーンって振られたと、はい、ほんでファールドーンとかイファールドーン、うん、キャッチャーもう一球投げたら何したの何の日もあるね、そうですね、ボーン次スライダー打たれたら怒られるやん、うん、ほんだら球種は変わるなっていうふうに思う、はいはい、ほんでじゃあそれがじゃあストレートなのか OK なのかっていうのはそのピッチャーがその時の試合でさあどっちの数が高いかを判断してるんですけど少なくともこれは変わるっていう、うん、もう一球目で打たれたら怒られるでしょっていうので自分が出したリアクションをキャッチャーが見てるからそれに対してキャッチャーがどう思うかを追う、はいはい、っていうふうにすれば基本的にはその当たる確率がどんどん上がっていくからどんどん振っていけってよく野球で言うやん、振っていけ振っていけピッチャー追い込んでいけ割って追い込んでいけっていうのはつまりいいスイングをすると投げれるボールが減っていくのよ。それをもう一球投げたらキャッチャーも打たれたらアホやって言われちゃうからそれ以外ってなった時にバッター本能的にそれ以外を待てるようにもしくはまあ、頭しっかり整ってたらそれじゃない何かを根拠を持って次待ってるっていう、うんうんうん、でもその待ってるバッターに対してさっき完璧なスイングをされた球種を投げる勇気はもうない、うん、でもバッターはそれ待たれてるって時にバッテリーはってなるわけよ、うん、よくね俺ももうエトシやし、はい、僕もエトシやから、うん、やっぱり晩年になるとやっぱ昔ほどこうね簡単に何でもこうボン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 打てるっていうのはなかなか難しくなってくるやん、ね、キャリアハイに近いこう数字を出すわけなんだけど、うん、結局今までの経験値だって打つ能力が少しは下がっても、うん、やっぱその読むとか経験とかが乗ればその能力は今上がったっていう、うんうん、3割以上の今年の相手のピッチャーのレベルって去年より多分厳しいと思うんで、そうですね、その中でそんだけ打ち続けてるっていうのは、うん、まあまあ、あのやっぱ読みとか首から上の部分がさらにこう成熟していって身体能力はもちろん落とさない努力してるんだと思うんだけどそれが多分打ってる要因なんじゃないかなと思うんで伸びしろありありよ全員ありよ正直そうす、ね、全員そこまで考えすぎるとやっぱ体ねこわばるっていうのはもう選手の心理としてはあるとは思うんだけど、うん、現場でかその場で考えるのは無理だからずっと日頃考えてるっていうことはね事前に1回やってその日の試合でやって事故でもう1回やると村さんも言うけど、まあ、そうやってこう3回野球やるみたいな癖をつけとけば実際当日 の, その実際やってる時も当たり前のようにその待ち方ができると か,、うん、だからそういうふうにしてこう鍛えていくっていうのが今うちのチームの、まあ、ネクストステップとしてやってることで、うん、というわけでただの野球好きたちのトークテーマ配球でございましたが晩年に活躍する NPB 選手もまた配球を読み復活を遂げる選手も多いのも事実、たかが草野球でございますがしかし楽しくやるためにネクストステップのために今後も配球読み楽しんでやっていきます。